たったこんだけなの、そんなんでいいのと思った方ほとんどじゃないでしょうか。でもこれが入社歴15年の男の頭の洗い方なんです。はい、こんにちは、のぶや本店ののぶです。たった今からですね、私のぶが自分で頭を洗います。そう、入社です。そのシーンをね、見ていただくんですが、視聴者さんから質問をいただきましたので、それに答える形で進めていこうと思います。ひとみさんから、いつも拝見しています。のぶさんは油シャンの際、何日か洗わないで洗う必要性を感じた時、頭皮を少しこすって洗うことはありますか。前に拝見していた動画で、どちらかというと髪を洗うようにおっしゃっていましたが、その時によって頭皮もこする必要があると感じることもあるのか知りたいです。はい、ということでひとみさんから質問いただきました。コメント欄の方でお返しでね、動画でお答えしますよと言って、ちょっとね、日にちが空いちゃってごめんなさい。たった今からお答えします。この後ですね、実際に私のぶが油シャンをしているシーン見ていただきます。そしてその後補足でね、より分かりやすく、皆さんの参考になるような内容にしようと思っておりますので、必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。はい、では早速参りましょう。ちなみになんですが、今日はですね、5月の27日月曜日です、この撮影ね。でちょうど1週間前にですね、こちらの動画でお届けしたのぶさんがカットをしてもらう、そういったことがありました。実際カットの前にシャンプーをしてもらってます。普段は油シャンで、汚れたと感じた時だけ髪の毛だけシャンプーをするという生活をしてるんですが、カットしてもらう前はですね、基本的にはそのカットしてくれる人がシャンプーが必要だと思えばシャンプーしてもらうということなので、まあね、実際ね、年に2回ぐらいしか髪の毛切らないんで、その程度の回数なんですが、ごく普通にシャンプーしてもらうこともあります。で、そこからちょうど1週間経って今の状況です。その間ですね、全く頭皮を濡らすことすらない。やったことといえば、お風呂に入って、濡れた手で寝癖を直した程度で、ちょうど1週間が経った状態です。本来だったら、のぶさん的にはですね、まだ頭を洗う必要が全く感じてないわけね。で、どういうことかというとですね、別にベタつきを感じていない。かゆみも全くない。フケが出ているわけでもない。頭皮の状態がすこぶる良い。そういったことで、まだ本来だったら洗わないんだけど、今回の質問にお答えする形で、1週間ぶりに頭皮を濡らす、まあ、つまり油シャンをするというシーンを見ていただきましょう。ではお待たせしました、油シャン歴15年のおじさんの油シャンの方法を実際に見ていただきます。ではここから実際に頭を洗います。本来はね、お風呂で洗うんだよね。お店のシャンプー台で洗うわけじゃないから、本当のやり方とはまたちょっと違うんだけど、どの程度頭を洗うのかということを見ていただきましょう。はい、以上です。どうでしょう。今回の洗い方もきっとね、多くの人は、そんな短くていいのと、そんな髪の毛濡らした程度でいいのと思ったと思いますが、この後もう少しね、詳しく解説しましょう。はいはいはい、いかがだったでしょうか。最近にも言いましたが、今回本来だったら、この質問にね、お答えする動画を作らなければ、まだ頭を洗ってないです。そのぐらい、のぶさん的に別に髪の毛汚れてねえし、何も起こってねえし、という感覚だったわけね。それにしても、おそらく普段油シャンされてる方に比べるとですね、かなり、洗い方は時間も短い、こすることもしない、そういった印象を受けられたんじゃないでしょうか。でですね、そもそもなぜ頭皮をこすらないのかという話ね。頭皮というのはですね、お顔と同じ肌でございます。皮膚です。なので多くの大人女子の皆さんはですね、お顔はこすらない方がいいということを知ってるはずです。で、洗顔するときに極力摩擦を起こさないように泡で洗うみたいなね、そういった方多いと思うんですが、頭皮も、ね、同じだと思ってるね。ちなみにのぶさんは体も石鹸で洗いません。なので、ナイロンのあのたわしはもちろん、タオルでなんかこするとかね、そういったことしない。手でこすることすらほぼしないかな。こするとしたら足、
足がこうあったとしたらね、足のこうかかとのあたりとかね、指の間とかは軽くさささとこうやるんだけど、それ以外こすることをしません、そういった意味合いで、しばらく洗ってなかったからといってで、頭皮をゴシゴシね、こすりながら油シャンするなんてことはないですね。そもそもかゆみもない、別に汚れたと感じていないので、その必要性を感じていないんです。なので、お湯が通れば頭皮の汚れは落ちてるだろうと。そして髪の毛には当然ね、髪の毛カットしてもらった時に、ワックスを当日つけてもらったと思うんだよね。ワックスがついているので、まあそれはお湯でちょっと流そうかなと。ね、そういった感じで髪の毛はぐじぐじやってたんだけど、頭皮をこうゴシゴシね、洗うようなことをこすって汚れを落とそうという意識は全くなくやりましたね。あとはこの襟足ね、ロブさんちょっと襟足が長い髪型だよね。ここはですね、湯船に浸かった時に毎回びちゃびちゃになります。ここの部分ね。なので、お湯に浸かってれば大概の汚れ落ちてるだろうということで、別にここが汚れているという感覚があんまりない。ここが一番綺麗なんじゃないかなと思ってたりするわけね。なのでメインはここでした。ここを濡らすこと、まあ濡らすというか汚れを落とすというかね、お湯が通過して、その通過したお湯で汚れが取れればいいかなぐらいの感じかね。今回の場合は特に仕上げ、前回のカットの時にね、仕上げにワックスと、確かにオイルを混ぜてつけてますとかって言ってたような気がするんだよね。そのワックスとオイルが混ざったものをお湯で、洗い流すと。それが完全に落ちているか落ちていないかは手の感覚だけです。これね、結構落ちてるんですか落ちてないんですか心配ですみたいな人いるんですけど、実際はお湯で流した時に、あ、だいぶ落ちたなと思ってればそれでいいかなと思うタッチなんです。この後ドライヤーで乾かした時、きっとね、何も問題なく自分の理想のヘアというかね、形に仕上がると思います。そのぐらいね、まあ長年経験しているので、この程度洗えばいいかという感覚がですね、つかめています。そうじゃない人は多分かなりしっかり洗い流さなきゃいけない、でしっかりこすらないと頭皮の油がみたいに思いがちなんですが、ノブさん的にはそんなことは全く考えておりません。さて、いかがだったでしょうか。世の中でですね、正しい油シャンの方法みたいなことが出回っております。先にブラッシングをしましょうとかね、お湯の温度は何度で何分流しましょうみたいな、そういったこと出回ってるんですが、のぶさん的にはですね、髪を洗うというのは汚れを落とす行為であって、その時々で、洗う方法、時間、そういったことは、ね、変わってしかるべきなんじゃないかなと思ってるね。なので初心者の方にもっと参考になる具体的な指示をしてくださいみたいに言われるとね、非常にねきついなと思うわけ。これはですね、それ人それぞれ感じ方が違うので洗い方が違いますよ。よく動画の中で例えばですね、お尻を拭くときね、うんちした後お尻拭くときの拭き方というのはうんちの数だけありますよね、毎回違ってますよねと。とにかく肛門についたうんちが取れればいい、パンツを汚さなければいい、その拭き方を皆さん無意識にうんちの回数だけ使い分けているというのかな、そんな風にしてるはずです。なので頭の洗い方もですね、人それぞれ、あ、このぐらいでいいなという感覚は違うはずですので、正しい油シャンの方法はこれだみたいなね、あんまりそういった情報に惑わされずに、どの程度汚れがついたのか、だからどの程度洗う必要があるのか、どういった洗い方がいいのか、こういった風にいちいち、ね、頭で考えながらやっていただくといいんじゃないかなと思います。ということで、参考になれば幸いです。もし質問ありましたらコメント欄の方にどしどしお寄せください。現場からは以上です。ではここからはおまけコーナー、のぶキッチンのお時間です。はい、こののぶキッチンのお時間はですね、私のぶが自分で釣ってきた魚をお料理するというコーナーなんです。ここ最近ですね、ずいぶんこののぶキッチンのコーナーご無沙汰しちゃってますが、過去のね動画にコメントをいただきまして、のぶさんお料理もするんですねと、あ、そうかと、知らない人も結構いるんだなと思って、今回は自宅で撮影してみました。今回さばいたお魚ですね、アナゴでございます。結構ね、アナゴ大好きという女性多いと思いますが、そんなアナゴを私の方が釣ってきて、自分でさばいて料理するというシーンをご覧いただきます。 VTR スタート。Thank you.
リリ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 チョロロってかけるみたいな。どれどれどれ、どれでもいいですよ、好きなの。はい、レレレレ、はい、では実食。はい、さあどうだどうだ、どうでしょう。香ばしい、香ばしい、うん、柔らかさと柔らかい、アナゴの香りはしますか。うん、ふわふわとろとろ、ふわふわとろとろ、はい、美味しい、はい、うん、ごちそうさまでした。はい、はい、いかがだったでしょうか。アナゴという魚はですね、鱗がないですね。尖ったヒレもない。なので、魚をさばくめんどくささとか危険性は非常に少ないんですが、ぬるぬるしてて長いからね、かなり敬遠されるというか、難しいと思われている方多いんじゃないでしょうかね。でも、ノブさん的にはですね、長いというだけで、この歯のね、通る距離が長いというだけ、なので別に難しい魚じゃないなと、めんどくさいこともないなと。そして何よりですね、アナゴを食べるのが大好きなんです。妻のなっちゃんもアナゴ大好きです。なのでよく釣ってきて、こうしてね、さばいて料理しています。ということで今日のキッチンは以上です。では今日も最後までお付き合いありがとうございました。告知させていただきます。次回のライブ配信は6月16日だったと思います。正しい数字はここに出ております。夜9時半からお届けしますので、ぜひ今のうちにスケジュールのチェックをよろしくお願いします。そしてこの信也本店のぶというチャンネルにサブチャンネルがございます。その名も信也音楽館です。こちらは過去のライブ配信の演奏シーンだけ切り取って、ほんのちょっとおしゃべりを添えて短い動画、毎週日曜日の夜9時にお届けしております。ここ最近はですね、先日行ったライブハウスからのライブ配信の様子をお届けしております。ぜひこちらも可愛がっていてください。 URL はコメント欄の方に貼っておきます。てな感じで、なるほど、納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンよろしくお願いします。では次は土曜日に会いましょう。じゃんけんぽい、グーでした。ではこれの、私女に生まれてよかった、そしてこれ男に生まれてよかった、 OK、 ありがとう。この後セットします。